語学としては、機械学習というふうに、呼ばれる、分野でして、そうですね、観測したデータから知識、こういう場合にはこういうことが起きるという、法則ですとか、観測した値を代入すると予測が出てくるというような式ですね、そういった知識を取り出す、という研究になります。ディープラーニングとか、あとは転移学習とか、呼ばれる手法が、あるんですけども、私はそれを使って、観測したものの中にある、異常とか、例外的な、ものとか傾向とかですね、そういったものを見つけるというようなことに取り組んでいます。ディープラーニングっていうのは、ニューラルネットワークというふうにも呼ばれていたんですけれども、ニューラルネットワークっていうのは人間の脳の、中にあるネットワークの構造のことで、そういったものを、真似てというかモデル化して、計算に使っている、ものになります。それでできることっていうのは現実にある、複雑なものですね、画像とか、言葉とか言葉を並べた文章とか、あと、人間の話す音声とかもそうなんですけども、そういったものは数学の手法ではちょっと扱いにくいところがありまして、数学で扱いやすいものっていうのはベクトル、なんですね。で、ディープラーニングのモデルを使うと、そういう複雑な構造のものをベクトルに、変換してくれると。で、変換したものを、さらに、画像だったらどういう種類か予測するとか、言葉だったらどういう意味か、推測すると。画像だと、例えば道路を撮影した画像ですとか、あと、室内のいろんな家具の配置とかが写っているものとか、ある程度種類を、決めて与えるというような形になります。その中で異常を見つけるっていうのはやはり、危険なものって異常になりやすいんですよね。なので安全面での応用っていうのが、そういうのを作るのが目標になっています。例えば家の配置です と、何か地震とかが起きた時に、危ない、ような配置っていうのを自動的に見つけてくれるというのだと役に立ちますし、道路ですと、そうですね、危険な運転が起こりやすいところですとか、バリアフリーになってないようなところとかを見つけられると、社会の中でも役に立つかなというふうに考えています。やはり私の研究っていうのは、基礎研究といいますか、数学とあとコンピューターのプログラムを作るっていう部分が非常に大きな割合なんですけれども、そういったものが社会に、役立ってくれるというのが、非常に大きな喜びになりますので、自分の開発したモデルですとかアルゴリズムが応用されて、社会に役立っていくっていうのが大きな目標になります。